ハロー YouTube、 皆さんご機嫌いかがですか。北村郁夫チャンネルの北村郁夫です。今日はタイヤの交換をしたいと思います。スタッドレスタイヤね、今履いてるのはスタッドレスタイヤなんで、ノーマルタイヤに交換したいと思います。もうさすが雪も降らないと思いますんで、今時ですね、3月か4月、この頃いつも交換してます。交換といってもとっても簡単なんで、これ結構だけどね、大変だって言ってお店に出す人がいるんですよ ね。お店に出すと1本500円で、合計2000円ぐらいですかね。このぐらい取られちゃうんで、まあ、自分でできるやつは自分でやっちゃった方がいいかなって思ってます。で、交換するときに使う工具なんですけど、この3つ、この3つだけでいいです。これ車にもう付属してるんで、これを使えばもう簡単にできます。私もあまり車について詳しくないんですけど、まあ、このぐらいは普通できるかなと思いますんで、やってみたいと思います。まず最初にこのやつなんですけど、あのナット外すんですけど、ナットが回っちゃうんで、タイヤをこれ地面に設置させた状態で、あれですね、ナットを緩めとく。そうですね、それからやりたいと思います。では早速スタートです。足でやっちゃうの、足で。あ、それからですね、もしあったらこんなの用意しておいた方がいいかなと思います。そうですね、インパクトドライバー、あとこっちは、油圧式のこのジャッキですね。結構ジャッキ重たいんでねちょっと大変かと思いますんで、もしあればですけど油圧式のジャッキを用意しておいてもらった方がいいかなと思います。それでは始めます。まず最初こっちでやってみますけどね、このね、普通のついてきたやつです。足でやってます。はい、もう緩みました。それでこのジャッキをここですね。このね、隙間っていうか、こういう印がありますよね。へこんでるとことへこんでる間、ここでジャッキを上げてくださいよっていうマークです。取れてるかな。よし、じゃあちょっとジャッキアップします。手動でします。これをかけて、あとこれですね、これでくるくる回すだけです。よくしょ、かけるかな。ちょっとこの地面が前にちょっと傾斜してるんで、こっちの方のタイヤっていうか車体を上げるときはちょっと重たいです。よいしょ、タイヤがこんで、これ隙間がこれ開いたらこれ外します。まあ、これで取るんですけど、これでやってるととても時間かかるんで、インパクト使っちゃいます。はい、これで外れます。はい、外れました。とても簡単ですね。
手をつけちゃいます。なんか外がやかましいですね。何が飛んでるの。今パラグライダーが飛んでます。パラグライダー、ちょっと見てみます。見えるかな。あれですよね、うるさいですよね。エンジン付きのやつでしょ、ね、近くから飛ぶところがあるんですよね。見えますかね。なんか気持ちよさそうですね。よいしょ。それで最後にこれで映ってるかな。映ってないか。これこれ増し締めしておきます。よいしょ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 。ちょっとカバーつけます。ちょっと待ってね。これここにバルブがあるんで、バルブのところをここに合わせます。終了です。あとは4本繰り返すだけですね。はい、どうも。あとで空気を入れるところですか。空気普通は自分家では入れられないですよね。これポコポコ自分でね、上下させる、あの空気入れて入れてもいいんですけど、タイヤの空気はちょっと圧力も高いんで大変かと思うんで、ちょっと今エアバルブじゃなくて、こんにちは、コンプレッサーがありますので空気を入れてみたいと思います。空気の圧力はどこに書いてあるかっていうと、運転席側なら大体ドアの近辺にどこか書いてあると思うんですけど、この辺にこれ書いてあります。これは今前後240、2.4 キロで、
240キロパスカルですね。これだけ空気圧入れてくださいよっていう、なってますので、これを入れたいと思います。いいやつした。このパッキンいかがでしたか？ 2.4、 あ、もうすでに3キロ、ちょっと下げた方がいい。もう入れなくてもいっぱいですね。240に減らしましょう。こんなもんですね。これで OK です。ちょっとこれ漏れてますね、これ。はい、困った。で、これしときます。で、これで終了です。で、あと4分、全部で4分かけやすだけですね。そしたら皆さんもタイヤ交換チャレンジしてってやってください。はい、それではご視聴どうもありがとうございました。それでは終わりです。他の動画も出てますので見てくださいね。チャンネル登録よろしくお願いします。